俺よりも細い腕。誰にも鍵は渡さない。拷問されたって絶対に。これはもう次で壊れる。悪いけど、打戦闘用からくり人形、より一ゼロ式です。父の話によると、あの人形の原型となったのは実在した剣士だったらしいんですけど。あの顔知ってる気がするけど。戦国の世の話なので。戦国？そんな300年以上昔なんだ。なので今の俺たちでも追いつかないんです。やった、夢だ。俺あの人を夢で見た。あなたが見た夢はきっとご先祖様の記憶なんですよ。は脳は落ちてます。炭治郎さん、強くなってください。そう、俺ももっと強くならないと。首、右胸、左脇腹。ああ、よしよし、わかるぞ。動きが前よりもずっとよくわかる。体力も戻ってついていけ。この匂いは。よし、入る。渾身の一撃。誰よりも強くなってほしい。少なくとも300年以上前の刀ですよね。